疲れ様でした。どうも。まずはこちらで手指消毒をお願いいたします。ゆうゆうライブコンサートにご出演いただき、はい、ありがとうございます。ご苦労様です。今回のコンサートは遠くの方へもインターネットで世界中に届く新しいコンサートスタイルですが、いかがでしたか？思いっきり歌わせていただいて、余分な話もされてごめんなさい。かなり時間取らしちゃったかな。でも時間気にしながら喋ってるんですけどね、はい、十分です。本日歌われた曲の中で1曲 PR をお願いいたします。はい、はい、希望の鐘っていうのを今日も力を入れて、今年の1月に発売したもんですから、頑張れ日本の姉妹編ということで、なんかウクライナのね、ロシアの問題があったから、その時3、4年前書いた詩を長坂先生とお話しして、それで CD 出したんですよね。だから今ここの希望の鐘をね、やっぱりこう歌い続けたいなっていう。明日は我が道ってね、日本だって島国ですから分かんないじゃないですか。だから私なんか第二次世界大戦を経験してますから、だから絶対一夜にして景色が変わっちゃうんですから、あんなことになったら偉いことだ。絶対どんなことでも会話しながらね、やっぱり庶民の皆さんは絶対戦争反対とか、まあ、賛成でもしょうがないんですよ。でもそれをやっぱり自信持って平和な方向に行っててほしいなって、まあ、私偉そうに言って申し訳ないけど、日本大好き人間としてはそう願うためにこの希望の鐘っていう歌を歌わせていただいてます。またゆうゆうライブコンサートにご出演していただけますか？はい、ゆうゆうさんがなければ私歌う場所がないっていうぐらいゆうゆうさん大好き人間ですから、はい、頑張らせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは最後に、はい、視聴者の皆様、はい、ファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、今元気でいることがやはりいついつまでも、私じゃないですけど、10代の元気と30代50代80代になっても元気でいるっていうことね、精神が元気でいるっていうことを皆さんに何かこう伝えたいなって思ってます。ごめんなさい、理屈っぽくて。林野美沙でした。すみません、ありがとうございました。よぎりの癌に包まれて静かに眠るブーブーブーシャットブー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 シャット。今に泣き出しそうなどこどりの橋のたもとで何をしたいの恋さん雪で枯れたの後振り向かないで明日の日好きです札幌、好きですあなた、好きです札幌、好きです誰よりも。
月の重さに耐え抜いた耐え抜いた。ライラックの小枝に花が咲く頃、爽やかな風とともに訪れる。恋の気配に振り向けば緑に映える赤レンガ。好きです、札幌、好きです、あなた。好きです、札幌、好きです、誰よりも。道行く誰もが見えるよ君に。二人で帰ろう、出会った街へ。胸にしっかり抱きしめたなら、話はしない、もう二度と。あ、上海、上海、上海尋ね人。投げた別れの横波が、ザンザザ、ザンザザ、ザンザとよ。ザンザザ、ザンザザ、ザンザとのたうち回る。シャミは抱いても情けはんだけぬ。未練から恥は騒ぎ、よされよされと流れて継がれ。